ジョアン・フェリックスさん、逆進すぎると話題に。4月9日のインタビューでフェリックスが語っていた内容が今になって話題に。ジョアン・フェリックス、ベスト4の予想？マドリーとしてはしてで、アーセナルとバイエルンはアーセナルだと思う。僕たちが PSG に勝ち、そしてアトレティコがドルトムントを退けてほしいね。全外しで草。とりあえずお前に強く当たってもいいか。ビダルでもイッツでもなくフェリックスが最強最強だったの草。才能の割に脳みそがしょうもなさすぎるよなこいつも。一つも合ってないのマジで草。逆に才能だろこれ。こいつのせいすぎる。すべての悪号はこいつのせい。粗品の呪いみたいで草。フェリックスには一定の素質あり、と。華麗に全部外してて草。ビダルと仲良くやってくれ。見てるか、一平。お前を超える逸材がここにいるんだ、一平。隣はこれ信じて全ベットしてると思う。キンキン出ますよ、ニュースが。一個でも当たる確率 93.75% なのに全部外すのすごいな。全部外すのおもろい。イケメンスーパースターからこんなネタ選手になるの珍しすぎる。こいつほんまふざけんなよ。疫病神お前やんけ。アトレティコにも一応コビ打っとくの面白すぎる。カスヤもびっくりのとんでもない逆進で草。サッカーしないでこれから一生予想だけし続けてほしい。